どうも、タカオヌスです。今回は、一条の春武の花舞台です。この絵では、貫突することにより、戦弾の威力を 40% アップするほか、陽光が最大でプラス110になります。この絵札の最適キャラは、ラストワードがすべて戦弾の小明治悟りです。悟りの陽光上昇は、ブースト依存による効果量の変動で、フルオートだと5段階上昇になります。この状態でも、陽光3段階上昇絵札を装備すると、約 36% のダメージ増加になります。フルオートであっても、貫突、一条の春武の花舞台が混ざっているので命中率をカバーすれば悟りの最適性絵札となります。今までの悟りだと元の陽光上昇ランクが高い上にセットアップやサポートで陽光上昇した際のこれが最適性絵札と呼べるものがなかなかありませんでした。強いてあげるなら土火属性バレット混在のため土属性バレット強化の西洋錬金術の結晶か火属性バレット強化での血の絆という選択肢でしたが、この貫突一条の春武の花舞台で全てのバレットの威力を 40% 上昇することが可能になるため、コーマ島でも9大点クラスでいまいちだった悟りの火力を劇的に上昇することが可能になりました。またこの絵札はセットアップ後のサグメのラストワードとも相性が良いです。サグメのラストワードが全て戦弾のためセットアップ性能にも優れたサグメのラストワード絵札選択肢としても活用できそうです。以上参考になれば幸いです。